ですね、今日はね、高橋市の堺商店街にね、来ております。で、今日はね、何があるかというとね、この堺商店街から外れたところに、あの昔からのね、和菓子屋さんがあるということで、今日そちらの方にね、ちょっとお邪魔しようかなと思ってるんですけども、もう閉店がね、ギリギリな状態なんですけども、ちょっと今日はね、そちらの方に行ってみようかなと思います。北上したところに、あります。YouTube、Instagram を始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。皆さんがね、美味しいって食べるのはね、はい、もう1000杯全部あるんだけど、あ、あ、これ、こちらですか。500円以内で、500円以内でなんかおすすめみたいな入れてもらえることができますしない。はい、でも全然500円で、はい、はい、なんかもう何でもいいんで、僕もどれがいいのか分かんなくて、500円以内でなんか、もう結構長いんですか。もう長いですよ。もうと、めちゃ珍しいでしょ。そうです、珍しいですね。ね、なんか普通の和菓子屋さんとかね、うん、箱売りとかのやつは見るんですけど、こういう形で見るのが初めてなんで。あ、いいですか。うん、美味しいですね。パリパリしてて、うん、これお茶と一緒にいったらいいですね。うん。あ、美味しいですね。うん。なんか懐かしいです、これも。おせんべい、うん、ですか。塩せんべいは初めてです。結構な量ですね。サービスしてあげよう。あ、すいません、ありがとうございます。お店って何時までですか。しっかり閉店してください。あ、わかりました。お店って何時ぐらいまで。6時ぐらい。あ、6時。
あ、すいません、ありがとうございます、本当に助かりました、なんか、ね、はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、すいません、これもこのまま開けてても大丈夫です、このままで大丈夫ですか、はい、すいません、はい、というわけで今日はね、こんな感じで買わせていただきました。まあ、詳しくはね、そのレポートで、改めますので、またよろしくお願いします。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。ですね、今回は岡山県高梁市の、東町にあります上田菓子店さんにね、お邪魔させていただきました。こちらね、今年でちょうど創業60年ということで、もう完全にね、老舗の中の老舗と言えるのかなと思います。店内のお菓子はね、このグラム売りということで、もう最初どういう感じで、買えばいいのかなと分からなかったんですけども、とりあえずね、このおすすめ5点をね、ピックアップさせていただきました。ですね、なんかやっぱりグラム売りというのは、なかなかないですけどね。まあ、某激安スーパーで一部、グラム売りのお菓子売ってたりはあるんですけども、こういう形でね、売ってるのは初めてかなと思います。ぜひね、皆さんも行ってみてください。時間も変更だったりね、場合によっては、なんか19時までとかいう話を聞きます。はい、というわけで、それでは失礼いたします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。